September, loneliness, 孤独のこの部屋で僕は一人で思い出の映画を見る。君と過ごした日々、思い出す毎日。君は今どうしてる？めちゃくちゃ未練太郎だ。9月になりました。セプテンバーって言うんだ。俺わかんないな。俺言えないんだよね、あれ。ええジューン、言ってみ。ジューン、ジュライ、え、まあ、1月から1月からジューンス、うん、え、ジューンじゃない、ジューンじゃないの、ジューンブライド6月でしょ。あ、そうだ、うん、ってことは1月なんだ。じゃジェームス、あ、違う何だ、ジャニュアリー、あ、ジャニュアリー、いや、ジャニュアリー、フェブラリー、おお、次かマーチ、おお、エイプリルはもうもちろん5月、あ、メイ、おお、でさっき言ったジューン、スプリング、いやいや、取っちゃったよ、取っちゃったよ、え、なんだ、7月、この7月、え、スプリング、 S 使うの、ジューン、ジューン、そう、結構つづりが一緒、お、結構似てる感じの、あゆの曲だったろ、あゆの、あゆ初めて買った CD、あゆっすよ、なんとかファーストって、ちょっと余計わかんない、ファーストってあったじゃん、え、なんすか、俺あの曲いっちゃったじゃん、ジュン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 、ジいや、だから一回季節挟むの、タコ、オクトバース、イエー、あ、オクトバー、オクトバー、イエー、ディセンバー、いや、ノノノノノ、ディセンバー12月、でもバーでしたよね、確かに、あ、そうセプテンバー、いや、9月になっちゃった、全然わかんねえわ、あれ、オーガスト、セプテンバー、アストーバー、ノーベンバー、あ、ノーベンバー、ディセンバー、あ、確かに確かに、これ中学英語でしょ、全然覚えてないですよね、これ。こっから来るからね、はい、オクトーバーが、はい、オクトーバーね、はい、まあまあまあ、いきますよ、じゃあ、すいませんね、すいません、こんなので、こんなのに、はい、いいですか、はい、運水のコマンどうしましょう、皆さんこんばんは、早乙女ジョージです。小野健翔です。寺山武史です。実は糸ようじ使ってます、岸本拓也です。使うよね、うん、この年は使うよね。この番組は運水メンバーがワイワイガイガイと賑やかにお届けする、流れる雲のように水のように自由気ままなラジオ番組です。今回は私、早乙女ジョージが MC を担当します。はい、結構俺拓さんのそれに共感してしまうな、うん、やるやる。糸ようじ、あの完全にこう一ポイント、それともあの、あ、いや、何本かになってるやつ、何本かになったやつか、うんうんうん、これ一ポイントでこうやってやってる。え、糸でやるんですか。え、あのほら、あの伸ばして切って、ああ、スケバンみたいな、スケバンみたいな、そう、スケバンみたいな、売ってるやつじゃなくて、売ってる、え、それ売ってるの、知らないことばっかり、すごい巻かれてて、それピューピューって、その自分がちょうどいい長さに切れて、そうなんだ、僕の方とかも結構いけない、あの糸のこの形じゃないんだね、じゃないやつ、知らないね、知らなかった、俺あれ使ってるよ、あの水ジェットのやつ、あ、シュッてやるやつ、ね、あー、いいね、あれいいね、ジェットで出てくる、うん、シュッチ、もうそれで結構取れる、ポチってやったらビュー、パッパッパッって、そう、あれ結構いけんの、いける、とか出てる、あの歯と歯の間にこうセットして、かますで、で水圧でいくと、そう、水圧で、いい気持ちよそうだね、あれ傷つけずにいいかもしれない、はい、血も出ないよね、え、血も出ない、いや血ね、めっちゃ出る、出るめっちゃ出る、負けんだ、水圧強い、275回目の配信でございます。あ、もうでも来月になったらもう来月も、ああ、そうなんだ、ミュージカルの9月末、9月の中旬っすね。あ、本当。ドーチンさんいるよね。いるいる。ね、やばくない？やばいよ。俺らの頃の大スター。大スターよ、マジで。すっごいめちゃくちゃいい人。喋ったんだ。喋ってる、喋ってる。歌うまいね、やっぱり。いや、うまい。うまいんだ。もうドーチンさん。ドーチンさん。毎日ケミストリーって。最高じゃん。稽古行く前にね。ドーチンさんもすごいですよ、あのオーディション番組からね。もともと農家やっててね。そうなんですか。そうそうそう。もともと農家。ちなみに。川端さんとお会いしたことあるんだけど、うん、川端さんもめちゃくちゃいい人だし、めちゃくちゃ歌うま、やばいでしょ、やっぱケンシと言ってすごいんだよ、最高ですよね。10月になったらケンシ実感ちょっとできん、
10月はできますね、ちょっと。じゃあバーベキュー行くみんなでね。あ、行くって言ってましたからね。うん、いや、その時間はない。いや、土日どっか空いてれば。あ、本当、うん、ちょっと計画してみようじゃん。はい、世間を落ち着いたらね。また俺かい。いつの間にか感じになってきた。はい、それでは皆さん最後までよろしくお願いします。ということで始まりました、雲水の今晩どうしましょうですが、はい、はい、あの疑問な、悩みじゃないけど疑問なんだけど、これ はい、ずっとある。しかもまあみんな一応っていうか舞台よく立つじゃないですか、はい、舞台経験あって、で作権者もね、うん、来月からって言ってたじゃん。今月から、あ、今月からか、うん、ですごい疑問なのが、うん、あのカーテンコールで、はい、まあ自分はしないけど他の人がこう、はい、今日の一言みたいな話す時あるか、 ああいう時とか、まあ、あと千秋楽だとみんな話すパターンも多いんですけど、挨拶する場合は、はい、で終わった後の拍手する派としない派があるじゃない、こっち側が。そう、うん、同じ共演者側が、はいはいはい、で俺はしない派なんだけど、うん、あれどっちが実際正しいんだろうなっていう素朴な疑問を俺この間の舞台でずっと思ってて、する子もいるじゃん、ね、そうだね、あれ、うん、はい、するかしない派聞いてみるじゃん、どっち検証。俺はもう、あ、一応するんだ、形上ね、形上はした、うん、だあで俺し、そう、どうぞ。早乙女しません、しないな、うん、はい、理由があります。僕は演出家に従いますね、あそこで。なんかっていうのも、言ってくれる共演者に拍手すんなよっていう演出家もいるじゃないですか、うん、そうだ、そうだ、俺もそれの考え方なのよ。けど、うん、あまりにも先輩が登場し、止めとかで先輩が登場した時に、うんうん、俺よりも先輩が拍手してたらしないわけにいかないじゃないですか。だから、そうだね、俺なんか例えばその子が挨拶してる時になんか、うん、拍手する瞬間みたいなのあるじゃん、で共演者のことかもしたりする時もあるんだけど、うん、そういう時はなんか俺も同じ側の人、受ける側というかの人間として、はい、あの一礼するようにしてるの、ね、はあ、はあ、ありがとうございますみたいな、うん、お客さんがするのは別にいいじゃん、うん、だからそれの小野さんはじゃあこれからもう拍手ちょっと同人さんに拍手する、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 じゃあなんかされるが、うちらはステージに立ってされる側だからステージ上で拍手はしないものだっていう風に俺教えられたことがあって、あ、やっぱそう、そういう風に僕も教わったことがあります、うん、だからやっぱ、うん、へえ。でもさ、だとしたら、うん、あの止めの人がさ、うん、もうドセンターの一番最後の、ね、奥から登場するときに、うん、みんなで出演者総出で横一になって、うん、バッて後ろに手振るじゃないですか、はい、あ、主役の方とか、ね、あれも同じじゃないかなって思うんですよね。なんか、あ、それもやっぱ演出家に従うか、そう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 、まあ、次の人どうぞぐらいはやるよ、うん、うん、それぐらいは拍手はダメで、うん、それはいいみたいなのはちょっと僕も分かんないです。あれむずいよね、うん、なんかそう、だからまあみんなもうさ、ちょっとそういう慣習みたいなもんだろうからさ、うん、曖昧にはなってるよね、うん、なるほどね、そこまでなんか考えたことない、うん、もう声優だ。でもこんだけ、いや、でもこんだけ芸歴のさ長い検証でもヤングシンバラだ、いや、もうだよね、うん、でも、うん、その劇団四季さんなんかさ、うん、すごいあるんじゃない、うん、もうはいどうぞ、うん、みたいな、まあ、考え方次第じゃないですか。なんかサッカー選手、だってサッカー選手もこうやってやるじゃん、うん、叩いてるというかね、うん、あ、応援ありがとうとかね、うん、そうそう、うん、なんか俺は別に長時間、うん、あのスタンディングオベーション、うん、スタンディングっていうか長時間座って見てくれてありがとうの気持ちを込めて、あ、そっちの拍手はね、その共演者にね挨拶し終わった後の拍手がいるかどうか、共演者にこれもっていう、もう大々的にはやらないけど、うん、まあ、みんな頑張ったしぐらいのちっちゃい、ああ、そのぐらいに、じゃあまあ人それぞれってことね、うん、まとめたら、まあ、そこにこだわらなくていいんじゃないですか。いや、そうなんだね、集中するところっていうかさ、悩むところそこじゃないんじゃない。本番終わったからさ、ふと思った、うん、終わったっていうかね。じゃあ、 あともう一個いいですか、ね、うん、そのプラス疑問で、うんうん、もう僕もこだわりないですよ、拍手するならするし、うん、しないならし、うん、合わせますよってところなんだけど、うんうん、カーテンコールもさ、キャラで突き通せよみたいな感じのやつあるじゃないですか。いや、それもそれぞれよ。そう、それもそれぞれじゃないですか。あの、そういうキャラクターもののね、うん、原作ありきの話とかはね、そうそう、ちょっとパッて肩の力渡って抜けてもいいじゃないですか。別にそれが好きなお客さんもいるしね、いるいるいる、そうそうそう、うん、むずいよね、むずいんですよ、ね、で、俺は決めてるのは1回目のあのお辞儀までは
あのキャラを通して、うん、2回目多分ダブルとかよくあるじゃない。そうですね。その時にはもう崩してる。2回目はもう崩しますって感じ、うん、どんな時でも。賢秀はどう思うそれに関して。そこまで考えたそこじゃないんだよ。なんだろうな、なんかちょっと次元違うところから話してるんだろそこじゃないんだよね。水地の頃はなんかそ、なんか気にするとこそこじゃない気がするな、やっぱな。気にした方がいいよみたいな。賢秀の舞台とか行くと、もう賢秀は結構あの、あ、俺はもうでも終わった瞬間にもうすぐオフにしてる、うん、オフにしてる。俺はそれがなんか好きだなとは思う。あ、終わったってなる。あ、本当はこういう人なんだってね。それはそう。で、あの、それこそさ、この間話したけどさ、あのチームナックスのさ、安田健さんは、はいはい、あのこの間女型の役で最後出てらしたから、うん、あの喋る時ちょっとその女型の喋り方でやってたのも粋でかっこよかったなっていうのもある、うんうん、俺もすごい思ったそれは、うんうん、なんかその余韻みたいなのを味わっていただくみたいな、うん、でもナックスさんの、ナックスさんのこの崩れてる感じがめっちゃ好きだけどね、うん、まあしかもあれで、ね、この間はカテゴリータイトでしたから、はいはい、じゃあいつ、はい、あの普通を対応させていただきます、はい、うんこばネームみおさんからいただきました。うんすいの皆さん、うんすい、突然ですが皆さんの写真はよく撮りますか？皆さんって写真をよく撮りますか、うん、先日なかなか眠れないと思いながらふとスマホのカメラロールを眺めていると、食べ物や風景の写真ばかりで自分の写真はあまり撮っていなく、数年前の自分ってどんなんだっけってなってしまいました。皆さんはどんな、今のね、皆さんのカメラのカメラロールはどんな写真が多いですかと。俺見てみるか。俺ちなみに今日、はいはい、実は、うん、まあ、あの昔の、うん、あの一番勝負の罰ゲームとか、はい、まあ、あのいろいろあったじゃない、うん、それをこうバーって見てたら、うん、すげえいい写真一個出てきて、うん、あれちょ、俺それ保存してないかも。保存してない。サオトメはですね、ほぼほぼ自撮りと食べ物です、うん、あのまあ配信もやってるし、うんうん、それ用に写真撮ったりとか、うん、あとはもう食べ物撮ってそれあげたりしてるんで、もう、うん、自撮りとは寂しい。確かに今人いないかも。テラはもう娘ちゃんじゃない。もうほぼほぼ娘っす、ね、娘ちゃんでしょ、うん、でたまにメモ代わりのスクショだった、うん、あ、スクショ増えた。多いな、うん、スクショ。俺はね、うん、スクショとあとはだいたい家族で集まった時とか、うん、まあ、イベント終わった後の写真とか、はい、あとはラーメンだな、うん、ラーメンは撮っちゃう。でもラーメン撮ってもさ、それあげないでしょ、あんまり。あ、でもここ美味しかったなって思い出す。あ、思い出すのね、うん、あ、ここのラーメンうまかったな、また行こうって思い出すための。たくちゃんどんなんですか、出てきたこれ。あ、懐かしい。うんすいが、ね、あのイベントでアイドルをね、僕がなんか企画でやりたいっつってやってた時に、うん、でたまたまそれが北海道場所でやるってなってて、うん、その時にマサキレイヤーもいて、うん、それアイドルだっけ。これは K-POP で僕がこれは物販取りませんって言ったやつですけど。あ、そうかそうか。いや、でもそれ、これあれじゃないの、あのビッグバンじゃなかった。ビッグバン、そう、ビッグバン。じゃあその時じゃないの、うん、K-POP アイドルで撮った時のなんかオフショットみたいなやつ。あれいいね、懐かしい。を見つけちゃって、懐かしいと思って、うん、だからその昔のなんていうクラウドに残ってる昔のやつ今日見返してたら、うん、ほんとたまたましたらなんか結構うんすいの写真いっぱい残ってて、うん、あの頃撮ってたなと思って。撮ってたね。あと今さ YouTube も俺結構見るんだけど、そうするとうんすいって調べると結構昔のあのうんすい TV がまだまだ残ってる、はいはいはい、しかも結構伸びてるやつはまだ伸びてんのよ、ね、再生数、ね、再生数が、うんうん、それたまに見るとね、エモい感じになってる。エモい感じな、長くやってますね。長くやってんなと。もう気になったら皆さん、あの YouTube でね、うんすいって調べれば、ラジオだけじゃなくて昔の俺たちの活動も見れますんで、ね、ぜひ見てください。はい、はい、ということでここまでです。これからもじゃんじゃんお便り送ってきてください。うんすい切れてます。こちらは皆さんから募集した日常での怒りを僕たちが代弁して切れるコーナーです。はい、あ、読んでから誰行くか行きます。誰切れる。あー、そう、はい、あー、オッケーね。はい、うんこばネーム、うん、キキヤさん、はい、キキヤさんからいただきました。ありがとうな。うんすいの皆さん、こんばんは。うんすい、先日スーパーで会った話ですが、買い物済んで袋詰めの時、あるおばさんが返品していたらしく、店員さんがお客様の都合で返品したい場合はお名前と住所、電話番号を書いてくださいと言ったら、おばさんが急に切れて、はぁ、
前回返品した時いらなかったのにみたいなこと言ったらしいんですよ。仕方なく店員さんは現金で返金しましたが、おばさんがずっとあんたみたいな人間クビになった方がいいと怒鳴っていました。本当は店員さんも困ってるじゃないですかって怒りたかったですけど勇気がありませんでした。ぜひ私の代わりにそのおばさんに怒ってください。よろしくお願いします。なるほど、なるほど。たまに見かけるよね、やっぱり。そう、やっぱスーパーよく行くでしょ。あ、よく行きますよ、買い物ね。よく行きますよ。代わりに怒っていただけます。怒るか、ちょっと、ね、行けます。行きましょうか。ちょっと誰かおばさんと店員さんやっていただけますか。はい、やるかじゃん。はい、うん、じゃあおばさんやるわ。おばさん、前返品したら時いらなかったのに、はい、いけますか。はい、それでは寺山さんに切れていただきましょう、はい、どうぞ。あ、お客様、の都合で返品したい場合は名前とお名前と住所、そして電話番号を書いてください。はぁ、あ、なんでよ。この間この間やった時いらなかった。いや、再現でもスーパーうちのお店の決まりなので。いや、めんどくさい。だって今こんなコロナの時期でそんな時間取らせんの。ありえないわ。もうあんたみたいな店員はもうクビになったらいいのに、本当に。いや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 、お客様。何、上の人呼びなさいよ、もう。いや、ちょっとほら困るんでしょ。すいません、ちょっと関係ない人入ってこないで。おばさん、いや、だってそろそろその辺にしといた方がいいですよ。いや、あなた関係ないでしょ。だって何、そろそろその辺にしといた方がいいでしょ。おばさん、そろそろ。そんな急に怒ってた人が急にあんた何って言われたら、え、怒るのやめようかってなるでしょ、こっちも。そろそろその辺にしとかないと。あんたが100あるよね、みんな。そうでしょ。そう思う、そう思う、私もそう思う。あんたが悪いと。みんな離れてる。そうだよ、みんな離れてる。そう思ってるよ、みんな。一度は店員さんが許したんだよな。この人うるさそうだな、ちょっともうこれ書かせるの面倒だから今回はいいやと思ったのよ。そこの甘さにつけ込むな。っていうか毎回毎回返品すんな。そうです、ありがとうございます。ちょっといいでしょうか。いや、入らなかった。振り顔よくないんじゃない。俺の聞き屋さん、ありがとうございました。お客さんの癖があるから、はい、ちょっと和んじゃう。ついていきますね、はい。うんこばネームアスチーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとう。彼氏の LINE を見たら親しげに話している女の子がいて、問い詰めたところ、うん、浮気までは言っていないけどデートの約束まではしていたという、いわゆる浮気未遂の状態でした。なるほどね。現在浮気はしてないじゃん、てかスマホ見るなよという彼氏、うん、いや未遂でも浮気でしょという私の対立中です。うんこばで私の立場と彼氏の立場になって切れ合って代理喧嘩してもらえませんか。どっちが悪いか答えるバトル、代理ね、バトルね。ちょっとこれ見本見してよ。見本、切れられる側の、そうそう、やっぱ切れ劇場の。でもたくさんよくね、浮気してんでしょって言われる立場なんで。お前このあれなかった、アクリルなかった肘。ちょっとどっちが男やるかじゃんけんで決めてみます。はい、いいです。分なんだ、誰でもいいです。大丈夫ですか。はい。いや、小野さんやっぱそろそろ明日スケジュール的に切れれるから、切れるんじゃないですか。だからお互い切れ合うんですよ、これ喧嘩で。そうですよね。浮気してる。どっち？どっちやりたい？じゃあ女行く？女行こうかな。うん、はい、男じゃあじゃんけんで決めよう。いいですよ。最初はやってないでしょ。いや、ジョークやる。ちょっと見てみたいじゃん。まあ、たくさんのね。いやだよ。最初はどうやって切り抜けてるのか見たいですもんね。最初はグーじゃんけん。チョキ。やれよ。あ、勝ちじゃないんだよね。どっち？ああ、やれよ。最初はグーじゃんけんパ。はい、こしょ。はい。あ、僕ね。テレビさん、はい、じゃあ僕彼氏で。はい。じゃあ。浮気未遂の彼氏の寺山さんと、うん、それを問い詰める彼女役の小野さんです、うんうん、よろしくお願いします、どうぞ、うん、ねえ、なんだよ。いや、まず謝ってよ。いやちょおかしくない？何が？なんで携帯見てんの人の。まずそっからじゃない？いや、そっからだよ。まずはそこから始めようよ。論点ずらさないで。違う違う、ずらしてない、ずらしてない。でも事件が起こった順番に行こうよって話。順番に行こう。事件起こしてんのあんたでしょよ。起こしてないもんね、まだ。だってまだでしょ、うん、だってだって俺途中で寸前で断ろうと思ってたからね。いやいや、だいたいさ、うん、弱いよ今。だいたいさ、なんだよ、だいたいね、なんだよ、テラさん弱いよ今、うん、あなたが、うん、怪しい行動しなかったら私は見てないのよ、うん、携帯見たんだね。見たよ。もうそれ良くないもん、最近のモラル的には。あなたの行動が悪いから見たのよ、うん、俺は友達にやらされてた。は？
はぁ、そんな嘘つゲーム感覚でやってみろって言われてた。俺いじめられてんだよ、俺は男友達に。そんないじめられてる彼氏嫌だから別れよ。やだ俺はお前を大切にする。結婚しろ、結婚しろ、結婚するつもりだったんだ。キューン。仲直りした。ぜひね、あのアスチーさん仲直りしてほしいですね。いや今男は聞いてこれ男はねやっぱり100悪いよ。これもう謝るしかないよね。謝るしかない。これ押し通せないもん。スマホ見るなよ。じゃ途中もう最初からもう俺勝てないって思ってたもん、うん、男役やってて、うん、無理無理無理、うん、逆切れだもんね、だって、うん、スマホ見るような怪しい行動しちゃったらもうまずい、ね、でも俺みたいに論点ずらす可能性あるから携帯見たんでしょみたいな。でも論点ずらすともう女性はもうそこからもうすぐにガーン来るから逃がさないからもうビシビシ怒ってやってもいいです。ビシビシ怒ってやってもいい。ということでここまでです。じゃんじゃん引き続き日常での怒りを募集します。送ってきてください。運水の今晩どうしましょう。運水に聞きたい100のこと。はい、こちらは皆さんから募集した運水に聞きたい質問を一問一答形式で答えていくコーナーです。現在、はいはい、24個の質問に答えています。なるほど、まだ。あ、でももう5分の1か。あ、そうですね、5分の1。4分の1。はい、じゃあ残りも行ってきましょう。う、ね、うんこばネームそれなさんからいただきました。どうします。カラオケのお箱。カラオケの、はい、一人一人行きます。早乙女いいですか。あ、どうぞ。みんな多分あんま知らないと思うんですけど、鈴木雅之さんでダディダディドゥ。あ、言ってましたね。ずっと言って、あれ好きなんですよ、うん、はい、テンション上がるしよく聞いてるんですよね、うんうん、はい、あ、でもなんか歌いたいな、うん、お箱まではいかないけど、うん、歌いたいなって思うのは、うん、ベイビーアイラブユーだね。ベイビーアイラブユー、 T さん、クリス、あ、 T さん、あ、 T さんね、いいね。歌いたい。私はタクちゃん、はい、猫。猫になったんだよですか。いいですね。ディッシュの方ですか、その匠くんの方ですか。若いね。あの、俺初めて聞いたのはあれ、ファーストテイク。ファーストテイク。あ、寺山さん。俺は般若さんで俺たちの大和。分かんねえんだよ。アングラなの。分かんない。何それ。俺たちの大和って聞くとなんか長渕剛さんが浮かんでくるんだけど違うね。違うよね。大学の時に、ね、大学の時、はい、大学の時にグループで遊びがあった時に、はい、これ歌ったんですけど、うん、女の子ドン引きしてて。どんな歌ですか。よう最後に何をしたっていう、もう入り口からもうどぎついんですけど。もうこれもう二度と J ヒップホップはカラオケで歌っちゃダメだ。誓いました、その時。続いていきます。うんこばネームまいまいさんからいただきました。先輩から言われた印象的な言葉ありますか。相談した時のアドバイスやダメ出しなど、自分の今の自分を作っているなとか言葉があったら、なんか先輩からのアドバイスとかですかね。その例えばお芝居とかじゃでもいいですし、何、あとバイトとかお仕事、他の今までの経験の中でとか。あ、なるほどね。なあ、先輩からめちゃくちゃリアルなのあるな俺。ちょっとリアルなのくださいよ、たまには。いい、はい、なんかそう、おばあちゃんからなんだけど、うん、そうやってなんか、うん、家族に心配かけながらでもなんかそれでもごめんなさいとか言いながら自分の好きなことやれたらそれでいいんじゃないって、うん、リアルリアルでしょ。確かにね、いつまでやんのみたいな言われた時に、ああのおばあちゃんだけそういう言われて、ああ、うん、そうだなと思って。あ、じゃあ俺はね、小野さんどうぞ。努力してる姿は、うん、見てる人は見てるよって言われた時に、そうですね、アドバイスいいですね、うん、すごい大号泣したな。さおとめいいですか。じゃあ、親戚のおじちゃんがもう親戚集まった時に、初めて会った親戚のおじちゃんがいて、でその時におじちゃんがもう日本酒飲みながらで俺が継ぎながらこう、あ、もう役者とかやってんだ、もう頑張れよお前、東京で頑張れよって、もうどんどん酔っ払いながらすごいいいこと言ったんですけど、人生にはいい時と中途半端な時と調子のいい時があると。ん？あ、じゃあ調子の悪い時と、ごめんなさい、うん、調子の悪い時と調子のいい時と、うん、その中途半端な時、その3つの時しかないと、うん、でもどんな時でも
一生懸命やるのが一番いいんだっていうのを言ってくれて、いいことが、そう、調子悪かろうが調子良かろうが頑張れっていう言葉いただいて、はい、寺山さんあります？ちょっと一個もないんで、多分先輩の言うことを聞く身持ってないです。一個も出てこなかった。一個も出てこなかった。一個も出てこなかった。なんかね、ありがたいなって。なんかしらあるじゃん。はいはいって聞いてるんですけどね、うんうん、普段、うん、何も残ってないですね。親戚のおっちゃんとかにもなんかそういう説教辞見たことはなかった。いや、あるんですよ、うん。僕がちょっと中学校の時に、うん、あの小学校の時にめちゃくちゃヤンキーのことつるんでたんですよ。あのもう反射板とか自転車につけまくって。るような、まあ僕も一緒になってやっちゃってたんですけど、上下関係厳しいんじゃないの？そうで、あの自転車に装飾とかつけてさ、うんうん、朝6時にコンビニに集まってカップラーメン食べるみたいな遊びをやってたんですけど、うん、そいつらとつるんでて、で中学校になって部活にやらなきゃいけない時に部活の先生からめちゃくちゃありがたい言葉もらってたんですよ、うん、なんかそのノート実家に今でも取ってるんですけど、うん、ちょっと覚えてないですよ。覚えてないか、なんだ。すいません、もう今回2つしか答えられませんでした。はい、引き続き僕たちへの素朴な疑問をお待ちしています。じゃんじゃん送ってきてください。運水の今晩どうしましょう。運水活動日誌、ここからは運水の活動報告をしていきたいと思います。まずはお知らせです。運水の今晩どうしましょう DJ CD 第1弾から第5弾が通販サイト A&G ショップで販売されています。ぜひチェックしてください。あと早乙女はですね、9月30日今月末から10月3日までレクイエムという舞台が新宿シアターサンボールにてございますので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。以上、早乙女の運水活動日誌でした。お送りしてきました運水の今晩どうしましょう。あっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。アドレスはすべて小文字で運水アットマーク JOQR.net UNSUI@JOQR.net です。また番組の最新回は金曜日のお昼より YouTube でも配信されています。こちらもよろしくお願いします。はーい、なんか全然あのもっともっと答えたいのに全然ペースが進まないね、この運水に聞きたい100のことね。確かにいいんじゃないですか。いいですか、ゆっくり、だって終わっちゃうんだよ、100回終わったんで、有限なんで、100いったら終わり、これ100に聞きたいことですもんね、100のこと、有限なんで、有限か、そう、分かりました。じゃあ惜しみながらやっていこう。惜しみながらやっていく、はい、まあ、今日やるっていう回か。80回目ぐらいからね、絞り出そう。多分改変期とか来てもあの上の人に、うん、すいませんまだ100のこと終わってないんでって大量に それだけ100のことまだ終わってないんで、これ終わんないとちょっと終われないなって上の人に言ってもらう。そんなことで続けられるから、はい、頑張っていきましょう。はい、ということでこの辺りでお別れです。ここまでのお相手は早乙女丈司と小野賢章と岸本拓也と寺山武史でした。せーの、うんぜバイバイ。運水モノマネ、今日やっていただくのはこちら、岸本やれ岸本岸本岸本寺山さん選んでいただいていいですか、はい、2週連続じゃん。はい、じゃあこちらお願いします。はい、じゃあこちらでいきますね。本日のお題はこちら、携帯を見られて動揺するタクちゃん。3、2、1、どうぞ。何いや、あの普通にあのマネージャーからライン来てたマネージャー。マネージャーじゃないでしょ。ちょっと見せて。いやいやいや、マネージャーマネージャーも。いい見せてるじゃん。いや、ちょっと待って。いいから。え、何？いや、違うかった。マネージャーさんじゃなかった。マネージャーじゃなかった。え、なんで、なんでちょっと目潤んでんのよ。勝手に見たってこと。引くわ。ありがとうございます。芝居うまうまいわ。